が出動したけど救助は難航中。しかもさらに崩れる危険性あり。怖え。この目で見て仕入れてきた貴重な情報なんだ。ほらサンギルちょうだい。ただとは言わせないよ。マコールが爆破された瞬間、そうやだからって踊ってる時に邪魔すんな。恥かいたで。全然ダメ。こう何かしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった。お前に足りねえもの。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかも。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室がもちろん親。なんて？なんて？ああ、いや、そっちは。そこは遅いから。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。